はい。皆さん、こんにちは。物販講師の黒沢です。今回は、私がいつも行っている筋トレのうち、大胸筋と上腕二頭筋のトレーニングの日の映像2倍速でご覧いただきながら、筋トレと物販の共通点2つお話しします。 この二つ一見相反するものに思えるかもしれないんですが、それが共存している状況っていうのが事実なんですよ。ですから最後までぜひ注意深く聞いていただければなと思います。ちなみに今トレーニングしているのは大胸筋ですね。まずはバーベルで軽くアップをした後、アップっていうのは体温を上げて酵素の働きを高めるってことなんですが、その後フォームのチェックを行って で今8キロの片手8キロのダンベルでフォームのチェックを行って この後、20キロのダンベル、片手20キロのダンベルで行っていきます。で、大胸筋の後に上腕二頭筋、力こぶですね、のトレーニングを行うんですが、これパワーリフティング用のベルトを巻いていて、その下にもさらにもう一つ、腰痛防止のためのベルトっていうのも巻いてます。腰の部分っていうのに爆弾抱えているので、このベルトを巻かないと腰やっちゃうんですね。だからこんな感じで保護しながらトレーニング。 をしています今が片手20キロのダンベルを上げているところですさて話を今回の本題に戻しますと筋トレと物販の共通点まず1つ目は一朝一夕でどうこうなるようなもんじゃないということです。 例えば筋トレを2週間ぐらいやった人で自分めっちゃ2週間トレーニングしたら腕太くなったんだよっていう人いますけどあれはただの思い込み誤解です筋トレした直後っていうのはパンプアップと言って筋肉に血液がガーッと流れ込むので腕が太くなったように感じますしまあ、実際太くなりますしその後翌日とか翌々日って今度は炎症を起こしてますからやっぱり腫れて太くなったように感じるんですねでも実際筋トレを2週間や で、それをやめて、 で五日ぐらい経ったらまた以前の腕ぐらいに普通に戻ってるんですよね。だからそれだけでどうこう劇的な変化があるわけじゃないんです。物販も同じように、一週間、二週間、もしくはそれこそ一日二日でどうこうなるようなものじゃないっていうことは、共通項として言えるんじゃないかなと思います。二つ目は、相反しているように感じるかもしれないんですが、とはいえ1、一年二年やり続けていて、もしくは二ヶ月三ヶ月やり続けていて、 うまく進んでいないのであれば何かが間違ってるんですよねっていう話なんですよ 筋トレも特に日本人ってストイックに我慢してずっとなんかをやり続けるってことに慣れてる人が多いのでそれこそ筋トレこれがいいんだと思いながらずっとやって1年2年経っても体型がほとんど変わんないなんて人いますね例えば間違った知識で筋トレしたくて腕が太くなりたいからマラソンしようって思った人は腕めちゃめちゃ細くなりますよねそれはプロのマラソン選手を見ていれば一目瞭然なんですがそれでも自分はまだ努力が 足りなないいいんんだだこれれれを続けていればいつかはマッチョになれるんだと思ってて外走り続けてる人とかかかももしししたらいいるかもしれないんですけどずっとそれを続けていて変化がないのであれば何かが間違ってるやり方が間違ってるに決まっているんですね。私よく例えて言うんですが皇帝をぐるぐる回っていてもいつまで経ってもハワイには行けないじゃないですか。でもいつかここを回り続けていたらハワイに行けるっていうような感覚でずっと物販でも筋トレでもやってる人って っていいううのが多いと思うんです自分はそこら辺に関しては、英語だとショートテンパーなんて言うんですが、比較的短期で、自分の体にあまりにも変化がないことがイラつくんですよね。で、何かが間違ってるからこうなったんだろうって思うので、何が間違ってるのかを分析し始めるわけです。 よって別に独学でも独学じゃなくても物販をやっていてなんか間違ってるななんか思ったように進まないなって思うのであれば自分が間違っているとも思っていない前提条件からしっかりと見直していく必要がありますで大にして筋トレも物販もその前提条件っていうのは考え方なんですね これでいいだろうって思って疑いもしなかった常識的な部分から変えていかないと物販で実績を出したりだとか筋トレで体に変化が起きたりはしないしもちろん人生を変えることなんてできないと思うんですよきつい言い方すれば結局人生を変えるっていうのは今までのやり方と全く根本的に違う動きをしなきゃいけない 話だと私は思います。なぜなら今までの結論が今この瞬間なんで今この瞬間の人生が違うって思ったのであれば今までの動き方の何かしらを少なくとも変えていかないと今とは違う結論は生まないわけですね。ということを自分自身も誰に彼にっていう話じゃなくって自生自戒の意味でいつも自分に言い聞かせて物販もトレーニングも行って ますでそうやってトレーニングを行っていくとなかなか変化ねえなでもそういうもんだなと思いながら正しいフォーム正しいやり方で1ヶ月続けているとふとした時に「あれ腕太くなったなちょっと」ってようやく思えるようになるんです。 物販も同じようなものだと思うんですね。なかなかうまく進んでいないのであれば、なかなかうまく進んでいないやり方でずっと続けるのではなくて、抜本的に考え方から変えていかなければいけない。まず、礼節がしっかりしてない。お疲れ様です。ありがとうございます。お世話になっております。夜分遅くにすいません。そういった言葉を使えてない人は、まずそこから直していかないと、ボタンのかけ違いがそこからスタートしてると思うし、 で結局何かしらを言い訳にしてる人っていうのはその言い訳っていうのをまずしないってことが大切になってくると思うしその言い訳が他の人のせいにしてるのであれば多責にするっていうのはやめて自分自身変えられるところは何かっていうのをアトラーの三角柱3つ目の側面に書かれている今から何ができるのかっていうことを意識して変えていかなければいけないんだと思います。